いやね、僕一度ハマったらね、3度目ですね。3度目行きましょう。ハマったら徹底しますからね。また例の 3度目ですね。3度目、唐揚げチャーハン。また買ってきました。こちらの唐揚げと、ね。こちらの唐揚げのチャーハンがうまいんです、とにかく。あとね、このね、味付けがいいっすね。ニンニク香る、ニンニク変わるんですよ。生グミ。ね。ニンニクがいい。いやいやいや。ちょっと、ご飯ね。あ、そうだ。まずご飯やる前にちょっとビールね。ビール行きましょう。ビール飲みましょう。今日もお疲れブリーフ。いいですか？今日はね、冷えてます。今日は冷えてますよ。いいですか？これね、結構いい音取れてますよね。いいね。冷えてる。しみるね。じゃあビールの CM お願いします。1本100万ぐらいでやるんで。安いでしょ？ 1 本100万だったら。うまい。これビールの CM とかギャラいくらなんですかね？ 1 本。1000万2000万ぐらいですかね。すみません。10分の1とか20分の1でやりますんで、キリンさんお願いします。あー、うめえ。いやー、いいっすね。やっぱね、一番絞りがね、一番うまいと思いますけどね、一番ですから。一番絞りが一番うまくなったら一番ちゃうやんとね。一番絞りうまいな。あざっす。はい。いや。チャーハンですよ、今日も。まあ最近ね、ちょっと外食してまして、全然自炊してなかったんですけど、ちょっと改めてまたちょっと自炊ね。まあぶっちゃけご飯が大量に、まあ義乳さんからご飯をもらいまして、ご飯大量にあるんですよ、使わないと。あ、唐揚げ、ちょっとおつまみいただきます。つまんでいこうと思います。いただきます。うん。からのビール。いや、うめえな。ちょ、唐揚げとビールやばいっすね。いただきます。なんか立ってますよ。あぶね。唐揚げとビールマジ神だな。まい。
まいね。ありがたいよ。いや、この椎茸がね、いいですからね、椎茸が。椎茸がいい出汁出てる。椎茸マジチャーハンに合いますからね。ちょっと発明しました。いや、椎茸マジでね、いいっすよ。いやあ、やっていきましょうか。フリ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 やってきまーす。わっ、わっ、ワイン入れましょう。
椒っすかね。胡椒かな。できました。絶対うまい。ビキュー、これ絶対うまいですよ、こんなのね。ボーナス確定です。ボーナス確定です。ボーナス確定よ。試食していきたいと思います。実食。うまいめちゃくちゃうまいな。やっぱうますぎるこれマジでうまいっすよ。いやマジで、まあ僕チャーハンいっぱい作ってきたんですけど、唐揚げチャーハン一番神だな。まあ唐揚げがうまいんですよ。唐揚げの味付けがうまいんで、これやばいな。まあ、ポイントはやっぱ椎茸ですけど、まあ、YF の元もそうですけど。わいっ！いや、これほんとうまいな。うまい。 いや、ほんとにうまいっすね。自画自賛。 300% 自画自賛っすね、これ。これ作ったな。うまい。 いや、これめちゃくちゃうめえな。ありがとう。生きててよかった。
うまっ。うまいっす。ああ、やばい。いや、本当に金取れますね。本当に金取れますよ、これ。めちゃくちゃうまい。すいません、うまいしか言ってないですけど、うまいんで。いやー、感無量。やっぱね、飯は自分で作った方がいいっすね。まあ食器とか大変めんどくさいですけどね、洗うの。うめえなー。しかもね、これがね、今日初飯だから。いや、やっぱね、初飯っていうのもありますね。そう、まあ、一食ぐらいなんで、僕最近はね、朝ヨーグルトしか食べてなくて、そのまま夜まで行って、で、夜ブランチじゃなくて、なんかブランチってあるじゃないですか、朝と昼を一緒にするっていう。僕、朝と昼と夜を一緒っていう。そう、朝と昼と夜を一緒って何、なんて言うんですかね。なんか朝昼一緒ブランチじゃないですか。朝と昼と夜一緒にするって何なんだろう。そんな用語あるんですかね。なんわかんないけど。いやー、うまいっすね。なんか最近はこの、まあここ数日ですけど、夜にビールを飲みながらこのチャーハン食べるっていうのが僕のルーティンになってきました。まあ動画も撮ってますけど、まあね、今度商品販売するんですけどね、まあもうちょっと僕の色というかね、なんかちょっと出してもいいかなと。おい、あのちょっと一般の方ね、Y ってなんやねんと思ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、まあ YF さんっていう人がいるんですよ。 YF さん、 YF さんとの仲はもう8年ぐらいですか。8年ぐらいです。そう、毎回あのバレンタインデーでなんか送っていただいて、バレンタインデーだよ、これもね、送っていただいたんですよ、 YF、はい、あとご飯はこれさ、ギニューさんっていう人から送っていただいた米です。で、これはあのレモンちゃんっていう人から送っていただいたやつです。すいません、もらいもんです。あざーす。これもただです、もらいもんです。これね、誕生日プレゼントで送っていただきまして、ご飯もね、あのギニューさんっていうか送っていただいて、ありがとう。いやー、生きてます。皆様のおかげでやらせていただきます。ありがたいですね。ただビール、ただご飯、ただ調味料、はい、一応唐揚げとネギとか買いましたけどね。あ、マヨネーズも買ってます。あ、粗挽き胡椒も買ってます。
終わりますか。